バグネイ・ファビアーノは、ブラジルの男性総合格闘家。リオデジャネイロ州リオデジャネイロ出身。ノバウニオン所属。ブラジリアン柔術五段。元アイファル世界フェザー級王者。元 TKO 世界フェザー級王者。柔術家、総合格闘家のレオナルド・サントスは実定。幼少期より、ブラジリアン柔術を学び、ノバウニオン創設者であるウェンデル・アレクサンダーとアンドレ。 ペデネーラスより黒帯を授与された。1998年、世界柔術選手権の黒帯ペナ級で3位に入賞した。2000年6月2日、総合格闘技デビューとなった UCC 世界スーパーライト級王座決定戦でアリネストール・チャールズと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2004年5月22日、4年ぶりの復帰戦と、 なった TKO 世界フェザー級王座決定戦でトミー・リーと対戦し、片固めで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。2007年からはアイファルに出場、12月29日にはフェザー級グランプリ決勝で LC ・デイビスに一本勝ちを収めグランプリ優勝を果たし世界フェザー級王座に認定された。2008年4月4日、 アイファル世界フェザー級タイトルマッチで、シャドライルレーと対戦し、右ストレートで小勝ちを収め初防衛に成功した。2008年12月3日、WEC 初参戦となった、WEC37 で、田村昭俊と,と対戦し、片方目で一本勝ちを収めた。2009年4月5日、WEC40 で、フレジソン・パイシャオン23から0の、判定勝ち。 10月10日の WEC43 では、マッケンスセメルジエールに三角締めで、自身初の一本負けを喫した。2010年1月10日、バンタム級転校初戦となった WEC46 で、クリント・ゴド・フリーと対戦し、3から0の判定勝ち。ありがとうございます。